こんにちは、トントンの清美です。はい、後ろからマネージャーですテイク2、ぼーっとしとるね、はい、ソメヨリ児玉さんの、大阪の木綿店に行ってまいりました。はい、おかえりなさい。ただいまです。まあ、冬の旅行は久方ぶり。そうだね。うん、いつもね、6月、9月、10月あたりが多いからね。だいたいこもるからね。こもるし、あと店忙しいっていうのもあって、うん、あまり家付近から動けないからね、この時期ね。そうだね。2月ってめっちゃ忙しかったもんね、ずっとね。去年はもう雪がひどくて。ひどすぎですよ。ね、今年はなぜか全くほぼ降らずって感じやけど。まあ、お天気にも恵まれて無事に行けたんです。ありがとうございます。はい、はい、大阪はめっちゃ綺麗になっておりました。私のちっちゃい頃に父親に連れられて行った大阪とはもう違って、空気もよどんでなくて、うん、いいかもね。サンダーバードでピュッと行けるしね。うん、今はね、すごい便利で。まあ、あの優子さん家に泊まったんだけどさ、ゆうこさん家の行きつけのたこ焼き屋さんも美味しかった。本場ですよ。本場ですよ、本当に。だし聞いとって美味しかったね。やっぱだしね、こっちもね、関東じゃないからね、関西やからね、気持ちはね富山人まではね一応、はい、一応ね、そんな気持ちで食文化もあるからね。なんやろね、分かれるよね、富山県と新潟とね、新潟県はね、分かれるよね。あのやっぱ 50Hz と 60Hz で分かれるじゃないですか。あ、それもあるやろね。分かんないけど、まあ、あと高速が先に通ったっていうかっていうのもあるやろうけどね。うん、文化がね、どっちかっていうと関西側なんだよね、うん、そうよね。だしとかやっぱり、でもあれだよね、新潟にはあの結構あの太平洋側の人行きやすいけど、長らく来づらかったからね、こっち側は。そう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 、ね。まあ、新幹線できてだいぶ変わるかもしれないけど、大阪やっぱりね、食べ物も美味しいし、アベノハルカスめっちゃ綺麗だったよ。あ、本当に。うん、へー。アベノハルカスにの地下かな、1階かなで、なんかあのお土産いっぱい置いてあるところも寄ったんだけど、普通にお弁当とかが、押し寿司とかがめっちゃ美味しそうで、うん、ほら帰りに持って帰ってきたじゃん、アナゴのね、押し寿司めっちゃ美味しかったよね。はい、はい、で、お土産といえばですよ。はい、どんだけもらってるんですかこれ何ですかこれ。これは買ったものです。児玉さんから椎茸とかなんで児玉さんからもらっとるんよなんか児玉さんね、お土産を持ってきてくれてるの、会場。そうなんや、うん、はいはいはいって言ってね、あの一押しが切り干し大根でした。それは、え、どういうこと？九州の？九州の、宮崎の。これはね、あの大将の同級生かな、なんかお友達かな、の、あの会社なの。切り干し大根はいいよね。川崎屋株式会社、すっごい大きい建物建てたんだって。だからめっちゃ頑張らんなんげんてそっか、だからめっちゃ応援しとるげんて。いや、切り干し大根さ、ほら息子生まれる時にさ妊娠中やろ。そう、妊娠中さ、妊娠中毎日切り干し大根をさ、どんぶり一杯食べとったからね、私。食べとったね、お金なかったからね。そう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 、乾物はさ、ほら妊婦がどんだけ買ってもさ、お腹に負担がかかんないからね軽いからね、で日持ちするしね。で、このビタミン D とですよ、カルシウム、そうそうそう、吸収を助けるので。そうなんです、取りすぎた。だから昼毎日ホットケーキ食べとってで、あの牛乳に少しあのインスタントコーヒー入れたアイスカフェオーレを飲んでたからカルシウム取るじゃん。で、夜に切り干し大根取るじゃん。だからビタミン D 山ほど取って、カルシウムめっちゃ取っとったから、めっちゃ歯の強い子供に。おかげさまで息子の歯はケンケンですよ。ね、歯取れるのも早かったしね。てか虫歯なったって聞いたことないよね。虫歯一回入試の時になったぐらい。ああ、そうなんや。うん、いや、本当にね、おすすめですよ、すす切り干し大根。何の話やこれ。あの、お子さん小さい方、切り干し大根おすすめですよ
本当に入試取れるの早かったね。すぐ永久歯になったよね。早かったね。2年ぐらいずれてたよね。うん、びっくりしました。なぜね、ほらぶつけてさ、前歯死んだのに生きてたもんね。蘇ったもんね。まあ、切り干し大根ありがとうございます。なんかね、あとさ、燻製とかね、いろいろ小玉さんからもいただいて、で、もちろん会場にでお会いされ、お会いした方からもいただきました。あのマネージャーが、あ、それ私？紅茶が好きというので、あの紅茶とかね、あとそのなんか時期的にバレンタインデーだからチョコ、あ、チョコとか、いいね、じゃあチョコと紅茶でね、そうそうそう、チョコいただいたり、結構ゆうこさんね、いっぱいくれた、ゆうこさんいっぱいくださってるんだけど、あとあのこういただいた瞬間に、あ、チュール感がっていうチュールがセチュール、もうもらった瞬間にもういつも触ってるから分かるね、チュールが入ってるこれみたいな液体感がもうすぐ、はっくんよかった ね。昨日の晩いただきました。早速ホタテ味をありがとうございます。あとあの広島からね来られた方がお土産も持ってきてくださってね、ちょうどうちら広島に旅行行きたいねって言ってたんだよね、銀婚式の一回もそういう遠い旅行してないから、それで広島にの 宮島はどうやったらいいみたいなのを聞いたりしてたの。こうちょっとマスクスプレーとかね、面白いよね、こういうおしゃれなものもいただいて、お菓子クッキーもいただいて、でね、そう、ゆうこさん家の近くが安倍の生命神社が近くって、うん、安倍の生命が生まれた場所と言われてるゆえに、ああそうなんだ、そう、そこであのおみくじ引いてとかっていうのをして遊んでましたよ、はい、実は、はい、お守り買ったりとかもして、で会場でお会いされた方に、お渡しするよって言って、あ、それよかったね、ポチコを作って、うん、作ってよかった、半分ぐらいなくなったかな、うん、皆さん喜んでくださってよかったね、あの小さくてもいい香りするしね、児玉さんにもお渡ししてちょっと癒されてくださいねっていうことで、はい、あとはね、はい、何？いや、大丈夫です、ありがとうございます、ありがとうございます。それであと、児玉さんで、買い物した話をしようかな、はいね、買い物して、まあ基本的に着物って買って持って帰ることってないんだよね、ないね、うん、下手なんしね、持って帰るとしたら足回りとか小物品とか、あとは加工日半幅帯とかになるんですけど、まずマネージャーに加工日、はい、ありがとうございます、はい、いろいろ色悩んだんだけど、この色は持ってないかなって思ったのと、あと綿のやつがやっぱりなんか綿の着物に合うなっていうの、新之助丈夫にも合わせたいなと思って、マネージャーのね、グレーの麺だけどピシッとしてるね、やっぱりちゃんとした芯が入ってるから、私が作ったやつはあれチュールが入ってるからね、あ、チュールじゃない、チュール、チュール、こっちはチュールじゃない、あれそれやったらもう猫も足ぐらいやけど、そっちはチュールじゃないそっちじゃないよ、あのちゃんとした帯芯入ってるんで、あ、違うの、チュール入ってるのね、チュール入ってるチュールのあの包装入ってる全部チュール出した後の包装それでも匂いかきにビンちゃん来ちゃうよ、まあ、これあのや割に5000円もしない帯で、うん、リーズナブルだなと思って買いました。じゃあ今日のおま、今日の着物のおまけで、そうそうそう、でそれはね、あのできれば作った着物と合わせてほしいなと思うんだけどね、はい、で、私の方はカレンブロスのやっぱり高いやつと低いやつの間の子だ、これなんていうのかね、正規名、正規の名前は分かんない分かんない、分かんない、タカタカじゃないよって、タカタカでも手でもないやつなんだけど、もう一個間の低いやつで、あ、カレンブロッソさんの、ホームページで言ったら菊池今さんの黒い草履、あ、これ起こしたんじゃない、茶色いよ、
そう、いろんな色あったよ。あ、そうなんや、前黒しかなかったのにね、うんうん、いろんな色あった。で、前は私、あの綺麗な黄色を買ったんだけど、やっぱりね、仕事場で使ってるとどうしても汚れがねついちゃうから、ちょっと濃い色欲しくて、お願い、あの濃い色があったのでこちらを買いました。本当は足型サンダルも欲しかったんだけど、もうね、同じ足、その黄色しかもう置いてなくって、また作ったら教えてほしいなみたいな感じです。はい、待っております。はい、できれば赤の台で。はい、でカレンブロッソを1個増やしました。まあ、しょうがないよね。今回ね、旅行行く時にその前回こだまさんで買った低めのカレンブロッソを履いていったんだけど、もうすごく楽だったね。やっぱ楽ね、足元って大事ね。たくさん歩くならなおのことね。で、普段はさ、ドアツードアの生活だからさ、あんまなんていうの、外歩きに慣れてないからね、だからすごく楽でした。うん、あとは、着物買ったよ。はいはい、もう買ったよしかね、何の許可もなくどんどん買っとるけど、どうぞ。ね、そんな感じだったな、会場の奥様方も。旦那さんに電話してもどうぞって言われたみたいな。そういう感じだったね。あー、もう決めれないみたいな、3つぐらい持ってて、旦那さんに電話してくる、全部になったってウキウキして。そんな感じでしたね。奥様たちが嬉しそうでした。私が買ったのは、着物が3着。夏物、夏物2着で、どっちかっていうと合い物1着。あ、そうなんだ。うん、で、あとは、長襦袢が2着。やりましたね。やりましたね。堅実な買い物です。やりました。で、マネージャーに縦林木綿と。はい、欲しかったです。はい、縦林木綿ね、前のはちょっとふわっとしとったがいね、うん、で今回あの頼んだのはサラッサラのツルツルの薄い生地って。やっぱね、ネットだとわからんね、そこまで。もうすごい、ほんとキュキュキュってなるぐらいツルツルの生地で、細い糸が織り込まれとって、いい感じの、なんかね、紺色なんてね、なんていう、メンズスーツみたいな。これで赤い襟やったらちょっとあのアメリカの大統領みたいな感じの。それは嫌だとかつって笑っとったんだけど。なんでやねん。いや、ほんとなんかね、スーツっぽいぐらいシャキッとした綿の生地だったの。そうですか、うん、じゃあだから届いた暁には赤い襟にして。いや、それはせんで、あの金髪にすればいい。そこまであの青を目指して買ってないから、まあ、ちょっと青っぽいけど、もうちょっと柔らかい色にしました。見てないからな、なんとも言えんよね。そうそうそう、小さい写真送っただけやからね。雑いよね、これ買った、おみたいな感じやから。で、ね、マネージャーの方はあれです、あのあなたのお好きなあの意識当て、もちろん、はい、お願いしました。はい、夏サラサラメンロン、サラサラメンロン、あの広幅の夏の仕立てにぴったりみたいな感じのやつなんだけど、年中使えるってやつで、本当にね、ふくらはぎに当たった感じが気持ちいいからね。で、私の方は、前々からずっと言っとりました、新之助上布さんの綿麻ですね、うん、買いました。で、この日ちょっとね、深い緑色の病気にかかってて、病気病が緑色の病にかかってて。あ、島の病気じゃないんだ。島はずっと相変わらず、もうあれ多分感知しない病で。よくわからん。それでも、もう持つもの持つもの全部緑で、緑だらけじゃんみたいな状態だったんだけど、緑の、深緑の新之助上布。はい、真夏に深緑っていうのはちょっとない感じで、前からほら深いちょっと暗い緑の欲しいって言ってたじゃん。で、それでちょうどいいのがあったので、今持ってる紫よりは派手な感じじゃないんだけど、ちょっと渋めの感じで
お願いいたしました。で、もう一つが、どうしようどうしようと言っていました、綿朝購買型染めを結局買うことになったんですよ。ね、花柄とか可愛いのが本当はいいなと思ったんやけど、後々のこと考えたり私の着るタイミングのこと考えるとあんまりそこまで花柄のは着づらいなと思って、それでなんかすごく一番柄が地味なやつで綺麗なグリーン色があって、あ、緑の病気になったんで、それで、そちらにしました。本当ね、淡いグリーンだわ。へー。でね、すごい透け感が強いから、去年今さんの長襦袢買ったじゃん、うん、あれ着たらちょっと暗い緑になるかなっていう。あとは普通に白い長襦袢着れば明るくて綺麗な着物として着れるだろうなと思って買って、着た感じとか洗って何回も使用感とかっていうのが、私は購買来たことないからお伝えできなかったので、またお伝えできたらいいなと思って。ただまあ多分かなり寒い今で言うとこの、うん、かなり涼しすぎるので本当に暑くなってからでしかレポートできませんという感じなんだけど、去年みたいにね、夏が長ければすごくよく着るだろうけど、夏が短かったら短いだろうなっていう感じだったね。本当に涼しそうだった。でそれ今さんの長襦袢着たらお腹痛くなるかもよ。そうね、涼しすぎて。だから本当ね、夏物がいっぱいあったのよ。で夏物が選べるってこともあんまりないんだけど普通はね。で夏物の麻と綿麻といろんな種類のがあったのね。片貝の綿麻とかもあったし、でなんか触ってみて自分のなんていうの、厚着感というか自分の衣服の事情を考えると麻はいらねえなっていうのが、うん、思ったのね、うん、で朝の新之助丈夫だと反物代だけで税込み5万4000円かかるのよ。小玉さんだとね、その値段、他のとこは知らないよ。でもっと安いのもあるんだけど、近江縮み系だったかな、なんか忘れたけど、朝でももうちょっと安いのもあるんだけど、なんか朝100キャッパーの着心地よりもやっぱ綿が入ってた方がやっぱ柔らかくて気持ちいいくて好きでさ、でそれ考えると、綿麻購買は単物価格が 43,200 円だから、うん、それでまあ新之助丈夫の朝ぐらい涼しいんじゃないのぐらい薄いから、あ、そうなんだ、うん、ちょっと面白いかなと思って、どんなもんだろうと思って買ってみました。まあ試してやね、実際で、これ買う予定じゃなかったものを毎回買ってしまう小玉さんの、恐ろしいみんな病にかかってる、病にかかるという、自ら病にかかるというね、マジックが起きて、はい、それは何ですか小当たり登山、何ですかそれっていう、木綿の着物です。ね、前回はそんなに種類に出会えなかったんだよね。色がなくて、あ、これなのかみたいな感じだったんだけど、今回結構何単かあって、まあ夏目漱石とかが着てたとかで有名らしいんだけど、すごく薄い。どこのですか？わからん。そうか、小玉さんのホームページ見たらわかる。そうか、そこら辺はただ触った感じが本当に高級なブラウスぐらい薄い。もうツルツルなのよ、綿なんだけど。でもちろんね、なんか絹みたいなピカピカ光る感じはないんだけど、うん、本当になんかなんていうのかな、細い糸で丹念に織られたっていう感じがあって、で、久しぶりにピンク赤系の、あ、そうなんだ、うん、へー、反物を選びました。はい、ちょっとこれはちょっとね、
しまない感じの今までに可愛い系選んでみましたわよ。それは交互期待ですね。そうだね。それがね、なんか本当見た感じ薄いから結構暑くなっても綺麗じゃないって思うんだけど、なので石木当ても綿ローンにしてもらったんだけど、どこまで切れるのか。でも綿ってほら薄くっても保温性あったりもするから、綿100だからどんな感じなのかなと思って試しに着てみたいと思ったの、ボタ織りとの時みたいな感じで。で反物の価格が、今回の価格は 16,200円だったんで、買い得だね。それそうそうそう、だから縦マネージャーの縦林木綿、今回のはたあの今までのより高いやつなんだよ。17,000円するんだよ。あの多分前作った黒あの茶色の縦林木綿10,000円ちょっとの。あ、そうなんや。うん、へえ。いろんなね、だからもう全然細くて本当に全然違う感じなんだけど、それよりもちょっと安くて16,200円で、ボタ織りが18,000円いくらとかだった気がするから、ちょっとお安いかなぐらいな。ボタ織りもね、薄さによって値段も違うんだけど、でたまたま私が手に取ったものは16,200円だったんですけど、広幅でね、男性も作れる。で薄くて軽いだろうし、もちろんでいいなと思って、すごいもうなんせ気持ちよかったのよ。でちょっとそこでも騒ぎになったの、気持ちいい気持ちいいとかつって、うん、でなんか買おうかなみたいな人がいっぱいになっちゃって、私も含めてパラパラって売れて、で2日目も結局パラパラって売れて1旦しかなくなった2日目っていうか、まあ催事上で言うと3日目だね。うん、すぐなくなってた。すごい。だからまた仕入れたら、もしあの実店舗行かれる方触ってみたら面白いと思う、うん、縦林木綿のほんと生地感の違うのも面白いし、今あの円周木綿もさ、千織さんがすごい薄いの作ってたりするじゃん、うん、あれと同じようなバリエーション豊富な状態になってますわ。縦林はでも基本島だから、もう島らにはたまらないかなという感じですね。あとは、ブツブツ言っとった大人のモスリンを作ったと、赤色で、はい、でそれも、実際こちらのレースの、これは本当にこの生地で作るんだけどね、これ当てがってみてどういう透け感かで、柄物の透けるのはどんな感じかっていうのを当てがってみて、それで合うやつを選びました、うん、なんであの下が柄でも大人のモスリンぐらいはっきりしてるんだったら全然いけるんじゃないかなと思って、あとはまあもう大人のモスリンあったかいから普通に長襦袢が欲しいと思ってお願いしました。あとは、連発で言われたので総丈の長襦袢を作ったのよね、うん、ちょうど元藩さんの大神さんも総丈いいよっていう話とかも聞いてたりして、一回試してみようかなと思って、まあ私ずっとトスコアサーだったけど、あのトスコアサーにしたくてしたわけじゃなくて、リサイクルショップにあったのが夏物がトスコアサだったっていうので使ってたから、でまあ夏の襦袢はねやっぱ必需品だし欲しいなと思って、使い心地とか触り心地は本当に気持ちいい、ふわふわしてて、使用感とか、あと涼しいかどうかとか、汗をどれだけ吸うかとか、こっちは湿気が多い夏だし、そういうのもトスコアサと比べてどうなのかっていうのもお伝えできたらいいなと思ってたし、いい機会なので買わせていただきました。はい、はい、以上でビンちゃんが来ました。はい以上でございますね。いらっしゃい、いらっしゃいビンちゃん、いらっしゃいビンちゃん、はい、ということで少し動画を撮りましたので、うん、はい、そうです、それを皆さんと一緒に見てみたいなって、ビンちゃんとも一緒にね、はい、はい、思います。はい、はい、続きです。はい、では催事上のお話を用意スタート。ピッ、力、はい、今入りましたね、撮ってきましたセンタービル、
はい、とは、ありがとうございます。すみません、こういうことだったのね。ブレブレですけど、スマートフォンだからね。着物関係は、私の中ではこれは大変だわ、探すのセンタービル超有名な中もちょっと、はい、もうもっと微妙だな、どうなのかと思ったら結構綺麗だね、近代的な。でも1号館、2号館、3号館って果てしなくある中の一角に、マリサイクル の、あの、はい、ショップがあるような、千葉センタービル、小玉さんの祭事7号館かな、なんか何箇所かあるらしいね、堺筋、まあ、山ほどあってちょっと行こうかなっていう話もあったんですが、はい、ちょっと私はもうちょっとおまでしていいですわ。あ、ちょっとハプなんで踏むの、ね、あのものすごく面白いホワイトアウトした、小玉さんの祭事を優先して動いておりました。はい、はい、賑わっております。一旦、この日2月10日の撮影日、太ももの日です。まさに小玉さんにぴったりの、ね、おめでにぴったりの日でしたね。半幅帯はいっぱいあります。それよりも男性ものの半幅帯が山ほどありましたね。どういうことそれ、大将の欲しいものを集めたって感じ。合います、そんな感じかな、はい、完璧に合います。でも本当にさが多いですよ。そうなんだ。ちょっとね、ミーサーね、お腹いっぱいご飯食べたい時とかにちょっと伸びるからいいんだよね。こんにちは。昨日ライブを消してしまった。ショックやった。なんだろうね。これ肩貝ですね。肩貝ですね。ストーリーズに残そうと思ったら残せなかった。まだ設定が分かってないです。伊勢縦横の講師どっちもありますよ。後で見たかったんやけど。寂しかった。そう、いっぱいね。そう、今ライブしてます。あ、これ撮りながらインスタのライブを同時にしておりました。インスタのライブ中です。はい、で私の方は YouTube で流すので、なるべく顔をあんまり出さない方がいいかなと思って下向きにやったから、かなりブレブレでございます。さらっとしたやつ、前つるんつるんってあった？で、あった？私らが見つけれんかっただけ。あ、これ大将ですね。はい、小玉さんです。はい、娘に夢中、小玉さん。はい、そうです、そうです。こっちは動画撮ってます。はい、動画撮ってます。もう多分ね、巻き直してるのはね、大将巻き直してるのは妻だと思うね。愛人撮ってるから、もう愛人撮ってる。ここはベストカップルです。ここに足元にです。かわいい。あの清見バッグと言われるカバンが上手。あのカバンもね、いっぱい見た、ね、バッグ、うん、結構作るんやね、みんなね。みんな上手。あ、その方旅も作られて、すげえ。私とおそろいの、あ、おそろい、かわいい。ご主人のおそろいあったんだ。かわいい、すごい上手。すごいよね。あの車でバイクで移動してるそうです。へえ、はい、もうすごく素敵なご夫婦でしたよ。面白いのないから結局。そうそうそう。なんかね、宇治に住んでる。あ、そうなんだ。私の大好きなとこじゃん。また行きたいなと思ってね。家紋の柄が。あら、いいですね。こうやってね、立ち話をしながらの撮影にどうしてもなっちゃうかな。インスタのライブは結構、いや素敵、なんていうのかな、電波さえちゃんと取ってれば、あ、違った、簡単に音とかもすぐ伝わるし、違ったって、人辺の街の時にはしたいかなと思っております。それいいですね、本当に。映ってるのが、何かすりだ。クルメですね。クルメだ。クルメがすりでございます。素晴らしいですね、藍染め。ちゃんとついて、たこ焼きを食べて、こちらに来て。たこ焼きは、あの、ゆうこさんが。クルメがすりはすごい高いから、ママお手頃の味までありました。はい。
もドローンが美味しいです、ね、やっぱかすり独特の柔らかくて着心地のいい感じありましたよ。地元の、そう、だって地元の人が美味しいって言ったのが絶対間違いないから、観光客が美味しいって言うのはちょっと嘘だから。それのお家でするたこ焼きが美味しいですね。そう、だからインスタとかでタコパーやってる大阪の方のいいなぁ、たこ焼きの話を、たこ焼きの話、今日はたこ焼きで、ゆうこさんがたこ焼きの手ぬぐいリンゴガスリどうして入りにしておりますね。いつもあれだけは毎日見せる。ありがとうございます、ありがとうございます。清美さん島好き言うよね。そう、島の病気が治りません。素敵じゃないですか。素敵グリーンでね、うん、やっぱりお二人できたらいいね。なんか初日はもう山のようにあったみたいなんだけど ね、 もうだいぶテーブルが見えるようなぐらいになりましたね。海緑綺麗やし、またいいですよね。あのね、本当に素敵な夏くるめ、あの深緑のやつすごいなんかサラサラしてて気持ちよかったよ。これ私これすっごい見てた。ちょっと緑の病気が治っとらんげん。これ3、長いよね今回ね。長いね。去年も緑の病気こっちはお値段が、いやもう一昨年も、はい、だってホームページ緑にしたのは緑緑っていうか、それにここの合わせるのがどうのこうのっていう、緑の中年になりたいのかな。だと思います。中年の間緑言ってはりましたね。弁当で行こうとしているのかもしれないね。あね、舗装幅がやっぱりねどうしてもあるのよね。いや、もう最初からシワにならないし、この生地はね、かすり系はね、シワがもう柔らかい、もう散々あの水に浸っとるからもう柔らかい糸が気持ちいいっていうのは特徴だけど、これは可愛いね。あの島が得意じゃない方はかすり入るといいんで、私また島見とるけどね、これね、これ可愛い。いやー、そこまで会場内で皆さんも至る所で自分で勝手に当ててます。そう、私でも中にいっぱい聞こえてるからかもしれない。奥に映っているのがかなこさんですね、小玉かなこさんですね。軽いし、どうせ中にフィットしたもの着ないと寒がりやから、だから中映画ちゃんパンツみたいなの履いてるし。なんかね、ボタン割り冬に切ると寒くないのみたいな話をしてます。体が楽っていう、要は長襦袢引っ張られないし、そう、多分思われとるやろなと思いながら、でも割にあれ着てるときは風が吹いてないとき、そう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 、えがちゃん、清美さんタイガースカラーって感じ。そうです、誰にも呼び止まれなかったですよ。いや、コート着てたし。あ、そうか、そうか、そうか。はってなコート着とったから。なんかね、皆さんと話してて思ったのは、私はね、インナーが多いかなと思って。大丈夫。着物薄くてもいいのかなって感じ。そんなに、イメージとしてはそんなにいっぱいはいないのね。ちょっと私のイメージがおかしくなってるね。まだほんで、シーズン始まってない。あ、そうやね。みんな本気出してない、メガホンの。今年、今回ここ全部夏物なの。夏物ですよ、こちら。チヂミだな、いろいろ。しんのすけ。今井さんの長襦袢を頼んでるんですけど、この色なので、かぶる。かわいい。っていう。はい。ハッピー。無事やもんね。しんのすけ上夫もお目屋さんも結構ありましたね。やっぱスケールから逆に、やっぱスケールから逆に、長襦袢のスケールのがいいのかな、しっかりしてスケさすにはね、薄い色がいい、うん、やっぱこれでもいい、これシャンブレーで綺麗、しんのすけシャンブレーがやっぱりしんのすけらしいというか、光の加減で紫に見えて赤っ、一色に見えんね、一色でもね、縦糸と横と違う、玉虫色に光るっていう、どんどん買えますよ、もう買わない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 。
ね。でも本当に私はもう1回目の新之助情報はすごいひどい引き立てをさせてされたからね。あのまさか後で渡したんですけど、ね、そうだから本当にあのどんないい生地でも仕立てがちょっと柄物ですね。やぼったいと着づらいから、うん、今お話ししてるのは仕立ての話を扱ったからとかであの決めるのは良くないと思う。特に普段着で着るから着心地重視やから、もう清掃用やったら逆に決まっとるやん。普段着だからこそやっぱり着てる人にを知ってる人とこか買った方がいいですよ。喋らない方がいい、あんまりね。その点こだまさんは最高、聞こえないと思うよ、音声多重になって、ね、着やすい、肩凝らないね。こだまさんのは本当に女性着やすいし、いいですよ。押し立てがいいですよ。押し立てが、体が楽に仕立ててくれる。そうこっちの手前のがちょっと私が今回買った、ついつい手が出るね。新之助あの違う縦林の、ね、こちらが、マネージャーに減ったね。縦林もめも減った減った、私初日も来たからね。いい感じでしょ。全然違う。あ、どれこれ、このちゃんと島のウールとか。あ、ウールですね。このやっぱり昨日ね、ほら蛍ママさんおっしゃっとったけど、うん、今のウールめっちゃ着やすいって。あのリサイクルのウールっていうか、もう昔のウールと違ってすごい軽くて体楽よっておっしゃっとって、私も着潰したらかなみたいな話しとったんやけど、それまで作ってくれとったらいいんやけどね。そう、そこの問題だよね。いいな、いいな、パサパサしてみたい。もう絹なんて買っとる場合じゃないよ。ね、ボタン折りありますか。ボタン折りもうもうすっごい減ってますね。すごーく、もともと少なかったの。そう、ボタン折りはもうこんだけになりました。これだけで減ったね。ボタン折りです。ボタン折りです。見えますか。なんかもうボタン折りってすぐ分かるね。減ったね。ちょっと特徴的だもん。なんだこれってぐらいふわっとしてるし。あ、本当や、私が最初に見たのもう ない一番地味なのかな。ないこれも実はボタ折りで分厚い、一番分厚い、しっかりしてる、これも案外かわいい気がするんだけど ね、 このボタ折りね。この黄色のボタ折りのもっとでっかい格子のやつ、私あのウールの着物の同じ色があるよね。着てないけど、私が気になってな、ここ肩替え木綿ですが、肩替え木綿スルーします。私はあれね、綿購買もう買っちゃったんだけどね。綿これですね、綿朝購買の生地ですね。透けてますね。この緑すごいよね、髪みたい、淡いグリーンとかね。それをまた出来上がりをお楽しみに。こちらを買いましたよ。で、本当に楽しみです。どんな購買折りっていうのが何種類かあったの？どっちもあるって、児玉さんは大丈夫だよ。あとはあのあれだね、新之助情婦をね、やっぱり買ってるし、あとはもうだいぶ売れてしまいましたけど、小当たり、あ、これ、うん、3ザン、ザン、トーザン。もうあとこのカツオジマしかなくて、ね、小当たりトーザン、お値段もきっちり見えてますね。反物だとこの価格なんで、うわ、すっごい薄いね、これ。でしょ、細いもん、細いからすぐ分かるやろ。で、今残ってるのいい、ね、これだけ1本で、1本だけ。ツルツルの、なんだろうね、高級なワイシャツ生地。そうもうなんか絹なりするんじゃないぐらいツルツルしてます。サラサラで軽いから、6月とか蒸れる時期とか気持ちいいかなって。ちょっと暑がりな男性やったら太ももの日なのに、ね、これ細いね。あって絹みたい、はい、ね、太さがね、タモの太さが絹みたいだね。軽いっていうのもあるしね、やっぱ薄いよね、生地が、細いもん、ほら4月の吉祥寺絶対行く。
あ、行った方がいいと思う。でも多分初日に行かんと、はい、カレンブロスはやばいかもしれない。カレンブロスはやばいです。伊藤さんのカレンブロスの低いタイプがね、人気がありすぎて。カレンブロス、児玉さんオリジナルのカレンブロスを食べたのが初日で。あ、米沢もめもあったよ。あんまり取らなかったけど。あ、うん、つかない。こう、これつきにくいなと思って買ったの。サラサラしてるから。あと緑色ばっかり選んで。あ、でもあれはピンク選んでね。あれは明るい。そう、明るい色。片貝の麺朝もあるから、あわしじらもあるから、結構夏物たっぷりあります。先ぞみこんなあったあったあった見てないね。うん、片貝の麺朝、片貝の麺朝の購買で、購買みたいなオリジナル。一応購買って結構安めなんだよ。これは2万円台だったと思う。でもちょっと真夏には暑いんじゃないかなっていう感じはしたけどね。でもそうじゃない。でもね、これもチェックだし、多分全部ここ同じやろう。27,000円。ちょっと本当に麺に寄ってるね。朝の感じじゃなくて、さっきのは本当に朝っぽい感じ。絶対4月行くぞとか、可愛い段物ですね。これとか好きな人好きなんじゃない。好きね。ね、これ好きな人好きな感じのね。いい色、夏涼しそう。これでも真夏どうなんかね。その住んでる地方に、キッペ涼島と同じぐらいの感じがするな。だから本当に暑いときとかね。あ、そうだね。体調、更年期障害などなどによりけり。はい。はいはいはい。5、6年着れるかなと思って。全然ずっと着れると思うけど。年齢。年齢、大丈夫よ。大丈夫したら。いや、60過ぎてもいいって。私も10年来たら大丈夫だ。店員さん、店員さん、なんかやっぱり女性の中で60過ぎて着れるかどうかっていうのがちょっとしたなんか、なんだろうな、本当にこういう20と30の境目と同じような意識感があるんだろうなって今回すごく思った。モスリンですかいな。全部くださいと言ってみたいって言ってたよ。ここからここまでそれかなこさんだ。それかなこさんの仕入れの時じゃないですか。ここからここまで仕入れますみたいな。それはね、肩買いとかも同じです。そうですよね。もうだってキリがない。ね、そんな一個ずつ。どうしてもね、うん、子供の頃からの憧れで、かすりの着物が着たくて、で、昭和の40代、50代でもなかったんですよ。うん、お母ちゃんが、エビドの人なんで、で、そうそうそう、奥に行ってたんですよ。私、すごい減ってるんです。大人の奥になってて、これだけです。それで、みんながいっぱい分かる。通りだけは分かる。今羽織ジャケットやし、コートじゃなくてジャケット、でだからどんなんでも私コートか羽織を選んどったんよ、これね。確か着物着る。でね、店屋さんはこれ出産ある程度どんなにでも、でこれはコート合うね、合いますね。お姉さんもコーデが素敵って褒められてます、はい、生放送の方で皆さんコメント入れてくださってるので。あの黄色っていうベースは何にでも合うんですよ。茶色が着ても紺が着ても赤が着ても、だからその紺ベースだけどこの黄色が効いてることに、多分こういう着物でも全部いける。洋服でも着物でもこのサイズ入りやすい。あ、全然洋服の方もね。できれば採寸の時は洋服で着てください。できれば採寸の時は洋服で着てほしいそうです。かなこさんからのお願いです。あ、カレンブロストが見る見る、もうない。また作るから待って、うん、
作るから待って作るから待ってサイン出てたからそう2ヶ月は絶対、うん、なんか昨日ですラスイチだったとかって言ってたと今年なかった気がするなハレンブローソーね、あーそうだと思います京都の最初の時よりも売れるスピードが異常だったような気がします、はい、山下さん戦利品はもう昨日 の, あのまた動画で流しますはい、そうやね、うん、そうそうそうもうね手元にないからね預けちゃったからもちろん作りましたよ山下さん狙いで行ってもいいぐらいそういう方もいらっしゃいますよね見ていといて会いに来ましたっていう方たくさんいらっしゃる、うんでちょっと揉め始めてみますって方ひよみさんアドバイスですかあさっきからしてますね、はい、ほぼ今日は店員さんです全然店員さんですはいはい編集ご苦労様はいありがとうございますはいなかなかのブレでしたあブレすいません酔いましたか大丈夫ですかはい、途中ねあのかなこさんがねあの大人のモスリンあの羽織のコーディネートのね、うん、あのアドバイスされてましたけどね黄色は何にでも合うよとかっていう的確なアドバイスがあったりするんですよ、はい、なかなか小玉さんはねあのどなたもお会いすると素晴らしいあのもちろんかなこさんは結構ファンが多いんですけどあの大将はねもういつもああいう感じでニコニコしながら田んぼの好きに作りますよみたいな感じでなんか九州団地みたいな感じ で お父さんはさらにニコニコしてる感じでうーん本当にねお父さんフィッティング基本的にやってらっしゃるんですけど本当あのもの あのありえないぐらいさらっとした接客ですよああそうなんだうんどうしようかなって女の子だしみんな悩むじゃん当ててみてって言ったらそーっと半幅を見を持ってきてこれとか合わせてみたら雰囲気わかりますよどうぞって言って去っていくみたいなあとはゆっくり悩んでくださいみたいなねあのべったりついてないっていうかでもあのやることいっぱいあるからねこうあの巻き直しとかもずっとしながら売り場見られてるからで、まあ、あの基本的にあのお会計のところに女性2人あの従業員のミシナちゃんとかなこさんがいたんですけどねミシナちゃんもね和裁士の学校出てる方なんでものすごく詳しいし何より可愛いですよちっちゃくてねうん2人あのミシナちゃんは結構ねお客様から着物もらったりするみたいであの古い着物を上手に自分のサイズに仕立てて着てたりとかもしてるしあのこの行った時はすっごい可愛い帯してたなんかヘンゼルとグレーテルみたいなこんなあんまめったにせんのやけどって言ってしてた、うん、楽しかったですよあこれ例えば帯留めもら手作りのもらったんだよ私ああそうなんだうんすっごい嬉しかったそういやしかしこんだけ木綿集まることもないよねないないない全国のね、うん、ないだから本当あの伊勢木綿片貝木綿は触ったことあるけどレギュラーなねそれ以外のも触ったことないって言って来られる方も多かったしあとはやっぱりね大阪なんで京都の方とかもいっぱい来られててでやっぱあの着物を呉服屋さんが多いのよね基本的にやっぱりねだからあの小玉さんだけじゃなくって普通に木綿とか綿麻とか普通に好きなあのお店も あるのよねあの心屋さんとか大阪で行ったらねそういうところもあるいつもこうなんていうのかなひいきにしてるお店もあるんだけど小玉さんにしかない木綿を触りに来られてるっていう方も多くてあのなんだろうな私はほら木綿のお店ってあんまり知らないじゃんでも知ってる方いっぱいいらっしゃったから本当にそういう方たちがもうあのリサイクルショップの書き込みじゃないけど全国の自分のあのなんていうのかな自分が信頼して
あの変えてる綿着物とか取り扱ってるお店とかの書き込みがこうあの消費者側からあるとあの他の県の人とかも行きやすいんじゃないかなと思ったね。そういうコーナー作ったらいいかもね、うちのホームページで。え、私ですか私ですか。今ほーっとしとったやろあ、そんなあったらいいなと思って。そのリサイクルショップばっかりじゃなくて、やっぱりあの安心してあつらえれるお店っていうのをもちろんいろんなところで紹介してるんだけど、うん、まあ、紹介してるのは業界が紹介してるから、なんていうのかな、あのインスタで紹介し合ってるっていうのもあるんだけど、まとまってるっていうサイトはあんまりないから、あのまとめたら面白いかなと。みんな書き込んでねっていう、自分のなんていうの、自分の安心していけるお店っていうのを紹介していったら、全国のあの頑張ってる普段に言ってる呉服屋さんがもうちょっとあの分かりやすくなるのかな。つっても石川県にはないけどね、あの多分皆無ですね。石川県がほんとないからね、なんかピンとこないんだよね。だから石川県ないから。そうなのよ、あるんだって思って。あ、でもなんかね、インスタとか、うん、YouTube でもそうだけど、うん、広島とか大阪とか、あと九州もあるよね。あるらしいね、うん、あと神奈川の方にもあった。ああ、そうなんや、うん、でも全然こっちにはないけど、ただそっち側の人たちがあのなんていうのかな、日常使いでちょっと行きたい時とか、あの着物がなんとなく見たい日とかあるじゃん。ウィンドウショッピング、着物着る人だってウィンドウショッピングしたいんだよ。でそれもさ、まあ、石川県ではかなわぬ夢なんですがね、ちょっと隣だからなんて言わないでよ。隣の隣の隣ぐらいまで行かないとうちなんてないんだからさ。まあね、いやもう友禅協会が黙ってないですよ。黙ってないからね、まあ、一応高岡にあるみたいだけどね、一軒ね、うちらから一番近いっていうか、一応モタハンさんにもちょっと置いてあるんやけどね。あ、だいぶ増えたみたいだよ、うん、木綿は増えたね、モタハンさんのとこね、うんうん、もう俺これ館林木綿かなって思える伊勢木綿があったね。ありました、うん、私に会った後に仕入れたからそうなったのかなって若おかみがひろみさんをイメージしてこれを仕入れましたとかって言ってましたけど言っとったね、若おかみがそうなのかなって言ったら、モタハンさんがそうですって言っとったね。なんかね、あのちょっとずつ増えてたらいいなと思いますね、うん、はいはい。で、そんな感じで大阪の旅は無事に楽しく終わりましたので、お知らせでございました。はい、ありがとうございます、はい、お会いした方本当にありがとうございました。お声掛けいただいてありがとうございます。おかげでこちらも半分ぐらいになりました。糸町でまたお声掛けいただいたら、あのお渡しできたらなと思っております。うん、あと12月ね、そうです、こっち来られますからね。12月の話をして盛り上がったの。そう、宴会もあったからね。12月の話して盛り上がっとった。いや、今を楽しもうよ。いやもう打ち合わせをしてたの。打ち合わせを、大事な打ち合わせをしてた12月の打ち合わせをしてたのよ。なんだそれ。もう本当に12月の打ち合わせしてたのよ、ちゃんと。あのね、いやそれは児玉さんとしてたわけじゃないでしょ。小玉さんとしてたの。あ、小玉さんとしてたんだ。うん、かなこさんとしてたの。12月の木綿店をどうするか。そうそう、あのいいの、私の知ってるところでいい会場あるのかなっていう話をしてていや石川県ないっすよって言って旦那あんた何者なんですか。いやもうほんと金プラしかないっすよみたいな感じの会話をしてたの。なんかね、そういう話をしてたのよ。しょうがないっすよみたいな。でまあ私らもあんまりほら食べに行かんじゃん、近くのとこしか、うん、あそこら辺でなんかあの小玉さんいつも宴会するから、なんかいい宴会会場とかないかなと思って探さなきゃなと思って、同級生に聞いてみようかな LINE でって思ってるぐらいなんだけど、うん、あの小玉さんのね、あの宴会アットホームでいいよ。あのどんちゃん騒ぎは全然なく、ただ食べてゆっくり喋ってって感じなんだけど、あの今回もね急遽人数増えて
でみんな行きたい、お願いお願いって言ったら場所変えていただいて、あの甘えっぱなしですよまあでもこっちはどうなんかね、こっち惨敗したらしいからね、前来た時はね。ね、うちら私も知らんかったしね、そんな児玉さんが一生懸命石川県来てくれとったことなんてね、その頃は知る由もなく毎日パン作っとったからねまあまあ今回は、うん、今回のような感じで、うんうんうん、12月も盛り上がるんじゃないですか、きっと。そうだね、12月本当にね、もうとにかくね、石川県の人まずね、木綿触ったことない、木綿の着物触ったことない方本当に多いから、木綿があるらしいよっていう都市伝説みたいな状態で止まってるからさだから本当にあのウィンドウショッピングみたいに楽しく着物買えるのってリサイクルショップしかないのよ、石川県って。であとはもう高級呉服店しか基本的にないし、もし木綿があったとしてもものすごい少なくて、もう5単ぐらいから選ばなきゃいけないとか、なんでそんな狭きもんで選ばなきゃいけないんだ、何万もの商品をって思うんだけどさ、そういうなんていうのかな、ちょっと切ない消費者の状態になってるから、だからなんかあのこうも着物もウィンドウショッピングできるっていうか、着物を選ぶ楽しみを本当に味わってもらえたらなと思うし、本当に木綿がもうなんだろう、触ってみんと分からんから、あのこんなにいろんな種類があってこんな触り心地が違うっていうのが分かったら楽しいなと思うし、こう湿気が多い町だから木綿は合うのよね、割に体に。だからいい着物はいっぱいあるの、石川県は特に。でリサイクルショップにもいい着物がいっぱい安く売ってんのね、証券のね。そういう着物って着る場所を選んじゃうんだよね。でも木綿って着る場所を選ばなくって、もう自分の心次第、今日着たいわ着物、まあ、今日スカートにしようかな、ズボンにしようかな、着物にしようかなっていう考えで着れるぐらいの着物だから、それでね、もういっぱい着れる着物を経験してもらいたいなと思いますね。はい、熱く思います。はい、はい、あとレースの着物も ね、 ね、あるしね。そう、レースの着物もあるし、うん、ぜひぜひ、あの12月は本当に楽しみに私しております。マネージャーも来るでしょ。はい、かしこまりましたかなこさん会いたいって言ってくれてたよ。かしこまりましたじゃあ今回作る館林木綿で、うん、え、寒いかいや、12月の多分頭ぐらいにしかになると思うし、そんな寒くない。だってあなた新之助城府着てたじゃん。そうだね、うん、全然問題ないっしょ。はい、ということで、はい、お疲れ様でした。いえいえ、楽しかったです、ありがとうございます。はい、また、なんだ、着物イベントがあって自分の体が動くようだったら出かけたいなと思いますので、皆さんにまたお会いできる日もあるかと思います。近々は糸辺の町3月23、24行きますので、そこもお楽しみに。はい、はい、あとこれだけは言わせてください。何があって、はい、私がね旅行行っている間にですね、チャンネル登録者が1万5000人を超えました。ありがとうございます。知らんかったわ。ありがとうございます。1万4000何百人900いくらぐらいになったなって思いながら旅行行って、旅行中見てなかったんで、開けたら1万5000人来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様のおかげでございます。チャンネル登録を募集しておりますそこはしっかり言います。はい、そうね、はい、これがね1万5000人ね。はい、1万5000人の方、あのね今回催事場行って私の YouTube 見てくださってる方で、一番よく言われたのが、あのどういう、意識当てにしてるのか、どういう着物を選んだのかっていうのを一番聞かれてたんですね。でやっぱりあの何がそうさせるかっていうと、みんな着物大好きなのよ、うん、
で大好きな着物をいっぱい着たいの、できれば。そうするためにはよりなんていうのかな、着やすい着物じゃないと体がしんどいじゃん。着やすい着物、生活に馴染む着物ってなんだろうってなった時に、やっぱ私いつも着物着てるわけで、で平気で動いてるわけで、そういう人の着物の中はどうなってるのっていう疑問にたどり着くんだと思うんだよね。だから私は今すごく児玉さん の, 仕立てがすごく楽で気に入っているんだけれど、どういう意識当ての位置になってるんですかとかね、そういうのとかも聞かれたりして、もうなんか清美さん仕様って言えばわかるよってみんな言ってたんだけど、うん、でも皆さんが着物を長い時間着ていたいっていう気持ちがすごく伝わった催事だったんだよね。でそれはもうこの登録されてる方の一人一人の思いだと思うし、登録されてない見ているまだ段階だけの方々も着物着たいんだよね、気軽に。理由は着たいだけの理由で着たい、どこそこへ行くために着たい、着なきゃいけないじゃなくって、着物を着たい、ただそれだけだと思うんですけど、その声が集まった人数だと思っております。だからね、商売できる人数だと思うんだけどね。できますよね。はい。でも1万5千人じゃちょっと足りないな。そっか、10万人だね、やっぱり。っていうかね、うん、月間で10万人の人見てんの、わかんのよこれ、 YouTube の管理画面。あ、そうなんだ、うん、10万人見てんのに1万5千人の人しかチャンネル登録してないの。すいませんすいません、なんかこの話なんとかその登録ボタンを押していただけませんかだって10万人になったらさ、うん、いろんなことできるよ、きっとみんなの声を合わせて。実際まあそれもそうなんだけど、チャンネル登録が1万人超えてから、パラパラとこう企業からお問い合わせみたいなのがあって、ね、うん、あるある、要するに証券として認められる人数に近づいてきているのかなっていう気はしましたね、うん、やっぱりね、着物を普段着で着やすい着物は作り続けてほしいからね。でそれが着てくれる人おらんしって思って旗本さんが辞めていくのはもったいないからね。そうそう、だからこれは1万5千人じゃない、うん、今1万5千人だとしても、1万5千人の人にこういうふうにこういう思いで作ってるっていうのをお伝えできますよっていうのは言えるわけじゃないね、うん、行こっか、縦林もめん作っとるところ。いや行きたいね、だってもっと頑張ってほしいもんね。これ本当にね、縦林もめんなくなったら困るってみんなで言っとったんやけど、でも埼玉県の人ほとんど知らないんだよ。そうだよ、縦林に住んでる方すら知らないんだもん。だからなんか今まではさ、堀本さんがいて、てかそこで売ってないからしょうがないんだけどね。そう、それで販売店に行って着物のね、反物買うっていう流れから、この1万5千人もっと増えて3万人5万人10万人ってなれば、みんなで声を合わせて、じゃあ縦林木綿買いますって言えば、めっちゃ頑張ると思うよ追ってくれるやろうね追ってくれると思う、と思う、うん、だからなんかそういう、今までこんなことはできなかったんだけど、せっかくね、こういうコミュニティが大きくなってきて、みんなの声がそういう織本さんとか販売店さんに声が届けられるようになる時代だから、うん、っていうことで、そうです、チャンネル登録お願いしますってことです。お願いします。できればね、そういう旅行もしたいなと思いますね。その旗本さんに直接会ってっていうこともできたら、なんだろう、自分のチャンネルのある意味があるかなって思う。いろいろツアー組めばいいんじゃない。ツアー組むの、ツアー組むの、2回言った今大事なことじゃなくてびっくりして2回言ったよ。これだけボリュームがあったら面白くない、うん、ツアー会社にさ、ちょっとさツアー組んでほしいんやけど、
あの来たいって言ってる人1万5000人おるんやけど任せてシェフ連携みたいな多分断られるわ人数多すぎてやめてくださいめっちゃいい商売になると思うけど、まあ、めっちゃいい商売になると思うけどあのなんていうのかねそういう要するにあの友禅染め体験とかね、うん、あるよそんなのそれ別にいいよ友禅をバカにしとるわけじゃないけどそれはもうあのなんていうのかな県も国もバックアップしてるからそんなのはまあ そういうさあの役人に任しときゃいいんだけど保護されてる人たちはね問題は保護されてない普段着の着物に携わってる業界の方なんだよねそれもねあの私は国が関与することじゃないと思ううん、うん国に守られたら商売は終わりだよ終わりだね商人として終わりだよそうだね国に守られた時点でねやっぱりね一人一人のね庶民が動いて初めて商売っていうのは成り立つわけでやっぱ庶民の力と絆っていうのは一番日本人は熱いと思うんだよねやっぱ村社会だからねだからそういうのをこうみんなであの見に行ったり応援したりしてあの自分の仕事の先にこういう人たちの笑顔があるっていうのを伝えれればあのどうしようかなって思ってる気持ちも前向きになってくれるかもしれないやっぱり自分どんな仕事でもそうだけど自分の今やってる仕事の先に誰かの笑顔があると思えば大概の人はそれは本当にあの何者にも代え難いと思うしさ私はそれを大事にしてるし職人さんならなおのことそういう気持ちは強いと思う実際ねお会いしたいなと見てみたいなと思いますね、うん、レース工場の時みたいにねうん染めのところも良かったしね、うん、それで行ってあれでしょ近くのあれ群馬近い群馬近いあじゃあ愛妻家協会はい愛叫んできたらいいんじゃない立て林の帰りにそう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 スマコイ村でですかそう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 ぜひ愛叫んできてください私あの立て林もめん見てるんでまあ立て林もめんだけじゃなくてさ、うん、ボタ織りとかさ、うんうん、モスリンの生地作ってるところもさ、うん、もう風前の灯火なんですよそうだね買ってくれる人がいないから、うん、っていうかその間に問屋さんとか販売店のその呉服屋さんがあの良しとしないから、うん、だから市場に出ないわけじゃないなかなかねだったら市場に乗り込んでけばいいんだよみんなでこの1万5000人がさザバザバザバッとそうすればさ、うん、森本さんも頑張ろうってきっと思うだろうし何より誰が来てるんだろうっていうのを実際見たらだいぶ変わるよねだからもうね、うん、本当構造を変えていかなきゃいけないわけ、うん、そうこんだけ支持してくれる人がいるんだって思ったって織本さんが売ろうと思っても売れないわけ今この現状だと、うん、だからもうそこすらもうぶっ壊して改革していけばいいんじゃないあれだうちのあのパンがスーパーに並ぶ時と同じルーツだねそう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 うちのパンはねあのお客様がスーパー自分の使ってるスーパーさんにお客様の声でトントンのパンを下ろしてよっていう声でいろんな県にね県のスーパーに下ろすようになったからお客様の声にあのみんな書いてくれて一人ずつの声でそれであのスーパーさんからお客さんから下ろしてって言われたんやけどっていう流れなんだよねだって工場作った時にスーパーさんとか問屋さんに営業に行ったのよ全部キャッされたもん、ね、全部断られたの、うん、えこんなパン売れんし、うん、冷凍のパンなんて売れんって言われたもん、ね、売れんって言われたしいくらなんやって、うん、山崎さんとかパスコさんこの値段で卸してくれるけどお宅いくらなんやっていう話から始まっちゃうの、うん、だからきっと織本さんもそんな感じになってると思うのよこれじゃあ売ってあげるからいくらなんやって、うん、まあでも価格交渉はどうしても商売の中ではあると思うんだけど、まあ、なんだろう、もうちょっと仕事をしやすい関係になればいいなと本当に思うよね。だから指示があるって分かれば、
周りはきっと動くのよ、うん、それが売れるかどうかわからんから、あの単価も下がっていくし、やる気もなくしていくわけじゃない、うん、だから買いますっていう声があれば、あの物はいいわけだからさ。あとはそのちょっとこう、これは本当にね、あのレースの着物の話もそうなんだけど、あの清掃の友禅とかその顧問とかもそうだけど、そういうおしゃれ着とか、あの観光総裁用の着物と完全な普段着っていうのは全く違う考えで、あの一品物っていう考えじゃないんだよね、あんま別に。だからあの一個ずつ糸変えんなんから高くなるとかっていうんやったら、それはやめればいいと思う。何個も同じの作ればいいと思う。生産するときにあの時間のコストがかからないようにいっぱい作れるようにしていって、そのいっぱい作ったものがちゃんといっぱい売れるようになっていけばいいってことやろ結局。そうですよ、うん、だからそれでいいと思うし、うん、だって児玉さんの時その催事で私2日目から行ったけど、2日目あの優子さんとこの館林もめお揃いで行って、双子コーデ状態で、でもみんなキャーって言って言っとったよ、お揃いでが可愛いって。そう、それ可愛い写真撮らしてそうそうそう、でなんかこうあの次の日に私が持ってる帯と色違いの帯されてた方がいて、やっぱねあの嬉しかったもん。ああちょっと色違うだけで同じ柄でもちょっと雰囲気違うんだなとかさ、あと会場に何より私と同じミンサ帯置いてあったからね、うん、うん、でお揃いやっぱり買おうみたいなさ、うん、普段着木綿とかそのウールとかその綿麻とかっていうのも先染めに関してそんな一人ずつ違わなきゃいけない理由ってあんまないと思うんだよね。だってさ組み合わせる帯とか襟でだいぶ変わるしさ、同じもの着たって人それぞれ違うしさ、洋服だってそうだけどね、普段着なんだし一点物にしなきゃいけないから高くならなきゃいけないとか、そういう理由で高くなっていくのだけはやめてほしいなと思うんだよね。別にそこまで求めてないよって思う。うん、それ入学式でね友禅染めが一緒だったらびっくりするよそれはおおインクジェットだったのこれみたいな感じでびっくりするけど、そういうのはないわ最近ねあのプリントになってきたからあそうなんや、そういうのじゃあそういう可能性もあるってこと、可能性も出てくるんだけど、それだったらそれ一点物ですよって言われて買って一点物じゃなかったんだってのはびっくりするけどさ、伊勢木綿の例えば格子とかでもこれ可愛いなと思って同じもん買ったりするわけじゃん、よくあるあるあるだけどさ、だからそれでいいと思うんだよね、正しい消費の仕方だと思うから。だからそういうのでどんどんこう売れるものをあのベストセラー商品を作っていって、旗本さんがちゃんと安定した収入になればいいかなと思いますね。うん、まあ買えとは言ってないけどね、別にあのあつらえみんなあつらえてねとは言ってはないんだけど、ただその木綿の中古市場が皆無なのでね、木綿の着物に関しては本当に作るのがいいんじゃないかと思いますね。うん、いやまあ市場の原理としてね、うんうん、需要と供給のバランスなわけよ。そう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 、だからあの需要がないから供給がダメになっているわけで、うん、需要があれば大丈夫なわけ。そうです。でその需要は今まではその販売店がどうにかして売ろうとして、うん、なんかこう催事やったり、うん、イベントやったりして、うん、でなんかよくわからんメロンとかあげるから来てとかってやってたわけじゃない、うん、高級呉服店だねだそうじゃなくてもう今このインターネットっていうものがあるから消費者がまとまれば、うん、
あの需要は集まるわけだから、あとは供給をしてもらえればいいってことなんですよ、うんまあ、そういう動きになったらいいなって思う。そうだね、切ってみて本当になんかもっと早く木綿にあっとればなって思ったよ実際のところ、うん、だけど多分タイミング的に10年前に知っとったとしても、うん、広がらない。そうだね、こういうインターネットがまだね、この辺のさ小松市でわーわー言っててもしょうがないよね。しょうがないのよ、うん、だから今だったんだろうね。そう、今このタイミングは一番ベストやって。そうやろうね。そして今日の着物を頑張った1年が狂うほど暑い夏でびっくりするぐらいひどい雪だったっていうね、最悪のコンディションの中1年続けたっていうね。でも良かったんじゃないですか、これで沖縄の人から北海道の人まで全部フォローできたわけで、きっと。そう、本当もう今年の足元対策なんですかっていう問い合わせないもんね。ないね。最初の頃ちょろっとあったけどね、本当去年の今日の着物の今時期の見たらもう雪かきしとるから本気でそこ見ていただいたら全然大丈夫なんでね。はい、はい、というわけで今回も最終的にはチャンネル登録をしてと、はい、いうことで、すいません、自分の宣伝で終わります最後は、すいませんが、はい、はい、ということで、終わらせていただきます。あとはインスタグラムを終わらんやけいや違う、これは糸町のために皆さんにご報告を。インスタグラムを、フォローしてください終わらんやん。違うのよ、ライブ中継がいいなと思ったの、うん、ただなんかやっぱフォローしてる人じゃないとあんまりわからないじゃん。でフォローしてる人だったら、ほら糸町だったら23、24だけだから、そこのどっかで多分まあ落ち着いて夕方からかなみたいな感じで、ちょっとなんかスマホ横に置いてたら、おお始まったなみたいな。そしたらさ、ほらライブで会場見れるんだよ。すごい楽しくない？それってすごい便利やと思うし、てかそれを着物の関係者が知るしたらいいと思うんだけど本当ははい、おっしゃる通りです。あのサローネとかね、おっしゃる通りですね。え、まあまあいいじゃない、そこは置いといて、まあ、そうなんやけど、いやで私勝手にするので、まあ浜松駅前やし、あのちゃんと通じると思うから、できると思うから、またやろうと思ってるので、そういうのも今まではそういう動きがなかったので、インスタには ね、まあ、ただインスタなんか怖いとかって言われる方もおられるけど、うん、そんなことない。インスタは全然 LINE と一緒、 LINE と一緒、全然怖くない。 LINE より楽っていうか LINE より楽か LINE より楽じゃない、ピロンピロンもならんし、うん、だから本当にあの今回もインスタでつながってる方いっぱいいたし、あとはそのやっぱりライブができる、こんな私は機械音痴だけどさ、私みたいに機械音痴でもできるような感じだったから、だからなんかね、あの着物のイベントの時にやっていこうかなと思ってるんで、そういう役割もインスタは果たすことになりましたので、ぜひ登録すると、遠くで行けない方、ああいいな、楽しそうやったんやみたいな、どんな会場の雰囲気かなって思われたら、あのぜひあのライブ見れるように設定しておいてください。はい、はい、以上でございます。はい、はい、長々すいません長いわすいません、はい、はい、それではあの今から、いただいたお菓子を食べます。はい、それでは皆さんありがとうございます。はい、またどっかで会いましょう。はい、じゃあねー。じゃあねー。